ベヨネッタ。CM の後、各地の被害の様子を詳しくお伝えします。へぇ、うわ、ちょっと、何なんだよ。次は靴を買いたいの。行きましょう、エンツ。俺の買い物に勝手についてきたやつが、なんでいつの間にか俺に荷物持ちをさせてんだ。いい加減にしろよ、ベヨネッタ。だいたい何足靴買ってんだ。お前はタコかっつんだよ、まったく。うわちょっと、あら、そんな口聞いていいの？この間の仕事、ただで引き受けてあげたわよね。早く片付けてくれないと吊るされるって泣きついてきたのは誰かしら。面倒なやつに貸しを作っちまったぜ。仮にも司祭として神に仕えてるやつが、裏じゃ天使様を片っ端から地獄へ送り込む魔女だってんだからな。ったく、冗談じゃねえよ。おいおい、歩くの早いって。おい、聞こえてんのかよ。うわ、危ねえな、お前。魔女ってな、死んだらてめえも地獄に引きずり込まれて、一生苦しみ抜くって話やねえかよ。そんなやつがゴロツキどもの仏の始末はしてるか。傑作だね、まったく。おい、どこ見てんだ、ボギー。ああ、すいませんね。罪滅ぼしのために惨めに死んだ人間を弔うなんて柄じゃねえだろ。終わったわよ。さあ、帰りましょう。ちょっと待てよ。今日は俺が買い物に来たんだって言ってんだろうが。おめえのせいで俺はまだ何も買ってねえんだからよ。へえ、何を買うの？さあね、おめえに余計なことを教えたらろくなことになんねえ。車でも呼んでとっとと帰ってくれ。うわあ、あら、ジェンヌ、最近見なかったけど、どこに行ってたのよ。ちょっと調べたいことがあってな、セレッサ。最近妙な感じがしないか。妙といえば妙ね。しがない情報屋が、私生活じゃ綺麗な奥さんや可愛い子供たちと幸せに暮らしてるなんて。うるせえ、余計なお世話だ。何がセレッサだ。おめえがセレッサなんて柄かよ。なくした記憶を取り戻してみたら、そんな可愛らしい名前だったなんてお笑いだぜ。まったく、何しに来やがったんだよ。お呼びじゃないんだよ。何すんだよ。気づいているとは思うが、天界の奴らが不気味なほど静かだ。それに、それに下の連中もな。続いて明るいニュースを。本日いよいよ年に一度のクリスマスのデイパレードが開催されます。都市部では交通規制が行われ、パレードを楽しもうという人々ですでに溢れかえっています。空軍のアクロバット部隊プラチナスターズによる交通規制が行われる予定で、過去最高の人出が予想されます。ジェット機、おっといけねえ。早いとこガキたちへのプレゼントを買わねえとな。詳しいことは後だ。先に帰るぞ。クリスマスパーティーの準備もお願いね。
から言ってんだろうが、何度言っても分かんない奴だな、こいつは。ジェット機だよ、ジェット機。ほら、羽があって空を飛ぶ奴だよ、ビューンって、飛ぶって言っても天使じゃねえぞ。あんな演技でもねえもんな、見たくもねえ。そんなじゃなくてよ、ほら、ガキが喜ぶようなでかくてかっこいい奴だよ。ほれ、ちょうど今空を飛んでるじゃねえか。あれだよ、あれ。わかったか？この店で一番でかいやつを頼むぜ。綺麗な箱に入れてな。クリスマスプレゼントだ。リボンも結んでよ。おおおお、親父、リボンはいい。箱だけでいいから早くしてくれ。リボンはいらねえって。ついてないわ、一番のお気に入りの服なんて。お久しぶり、ずいぶんと派手なご登場ね。これだからチープなおもちゃは嫌なの。やっぱりあの女に関わるとろくなことだね。ちくしょう、なんでエンジンがかからねえんだよ。あいつにプレゼントを渡してやるとするか。お前はロダン。まさか冗談だろう。よう、エンツじゃねえか。伏せてな、店のツケを払う前に死なれちゃ困る。勘弁してくれよ。おお、やった。Thank you.
信じらんねえ。ありえねえ。リュウト、サンタさんからのプレゼント、使い心地はどうかしら。準備はもう済んだの？キャビオを忘れてな。戻ったらこのざまだ。それじゃ店が閉まる前に済ませましょう。
置きしてあげる。まだまだね。賢者よ、仇を討ちたくはありませんか。私は君の仇を知っています。君の最愛の人の命を奪ったあの者。何？魔女の魂は例外なく魔界に引きずり込まれる。そして正気となって魔界をさまよい、永遠に苦痛を味わい続ける。それが闇の住人と契約した者の掟だ。何の抗議？この店に魔界大学なんて看板出てたかしら。らしくないぜ。お前ほどの術者が召喚術をしくじることはまずない。何か裏があるはずだ。例えばこの世界を司る力に異変が起きたか。綺麗な死に顔だぜ。生きてる時はおっかねえやつだったが、こうなっちまうとやっぱりおっかねえな。まだ死んでないわ。魔女の死、それは魂が魔界の正気に溶け込んで完全に消滅した時だ。魔界へ引きずり込まれた魂を救う方法はない。魔界への入り口、ゲイツオブヘル。止めるつもりはないが、行ったところで無駄かもしれないぜ。さてこれで少しは肉体の崩壊を食い止められるはずだ。外すぜ。アンブラの魔女の心臓、お前たち魔女が生きるために必要な魔導器だ。外せば肉体の崩壊は免れない。そしてこいつがなければ魂を取り戻すこともできない。結界の効果は24時間ってとこだな。エンツォ、プライベートジェットを用意してちょうだい。はあ？俺耳がおかしくなっちまったか？いや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 、そうじゃねえよ。おめえ何言ってるか分かってんのか？今日が何の日か知ってるか？ガキたちが俺のためにクッキーを焼いて待っててくれてるんだぜ。それにこのプレゼントも。プレゼントの配達よろしくね、サンタさん。さあ行きましょう。冗談じゃねえよ。なんか変なんだよな。お前に関わるとろくなことがねえんで。おい、離せ離せ、離してくれ。もう頼む、お願い。霊宝フィンブルベトル、魔界にも天界にも通じるって言い伝えのある鉱山だ。魔界への入り口、その名もゲイツ・オブ・ヘルは、その山のどこかにある。正確な位置は誰も知らねえ。本当にあるのかどうかさえ定かじゃねえ。だいたい
あの山が神様みてえに崇められてるのは、近づこうとする人間をことごとく拒むからだ。登ったやつが遭難するのは当たり前。飛行機で近づいて墜落したやつも数知れねえ。まあ天国か地獄かどっちかに行けるのは間違いねえってことだ。俺は麓の町ノアトゥーンで待っててやるから、とっとと用事を済ませて戻ってこいよ。町での宿泊費はお前持ちだからな。待ってる間に俺が豪遊してても文句言うんじゃないぜ。いいご身分ね。人に操縦させて自分だけドリンクのサービス付きなんて。バカ野郎、飛行機借りるのだってタダじゃねえんだぞ。代金はお前がスパイクのやつに払っておけよ。おおおい、何してんの。見えてきたぞ。あれが霊峰フィンブルベトルだ。噂を知らなきゃ綺麗な山だが、なんだか死にたい奴を呼び込んでるような不気味さがあるぜ。なんだ、急に曇ってきやったぞ。途中下車させてもらうわ。奥さんと子供たちによろしくね。なんだと？おい待て、避けるなよ。俺は操縦なんかできねえんだよ。ああ、もうどうしたらいいんだこれ。ジャンヌ、すぐにお迎えに行くからいい子で待ってるのよ。この調子じゃいつになったらフィンブルベトルに着くんだか。ま、退屈はしそうにないけどな。あれ、俺の姿が見えるの。楽しませてもらったわ、小さな魔術師さん。へえ、それじゃあショーのクライマックスを飾ってもらおうか。この野郎。チップが欲しかったらもう少し腕を磨かないとね、坊や。お前何者だ。不思議の国に迷い込んでトランプの兵隊にいじめられそうなか弱い女の子よ。ふざけるな。お前どうして俺の姿が見えるんだ。坊やと同じ場所にいるからよ。プルガトリオね。プルガトリオ。
それより坊や、さっきフィンブルベトルがどうとか言ってたわね。お前には関係ねえ。いいか、俺の邪魔はするな。今度はこいつで消してやるからな。まあ怖い。そのジョーカーみたいになっちゃうの？ちっきしょ。やべえ、騒ぎすぎて見つかったか。生意気な坊やならあっちへ行ったわよ。そう、ノアンカランザン、カルマキュレスフォルシーン、ラオアクサクス、オアンコサーのアクドワシマ。を待たせてるの。悪いけどちょっと通してもらうわよ。まだまだね。欲しいわね。スリーバーガを買ってるのね。どんな老いたをしたの？ママにも言えないようなこと？さあね、記憶にねえな。それよりさっさとこいつを始末しろよ。お前が散らかしたゴミだろ。それが人にお願いをする態度？怖い天使にお仕置きされるわけね。うるせえ。仕方ねえ、取引だ。俺を助けてくれたらフィンブルベトルまで道案内してやってもいいぜ。お前が一緒なら俺も山へ行くのに都合が良さそうだ。いい坊や、取引っていうのは自分が優位に立った時にするものよ。取引できるのは私、切り札は私の手にあるのよ。だぜ。そのカードは俺の力で。くそ。
そう。あんたが何者で何をしにあの山へ行くのかはこの際どうでもいいわ。お守りくらいならしてあげるからさっさと案内してちょうだい、坊や。待てよ。案内する前にお前に一つ条件がある。俺は言ったでしょ、取引は優位に立ってからするものだって。まずお前はやめなさい。レディに対して失礼よ、坊や。だったら坊やもやめな。いいか、俺にはロキって名前があるんだ。自分も名前くらい名乗ったらどうなんだよ。おい、名前聞いて。そうね、ベヨネッタとセレッサ、どちらがお好み？セレッサ。セレッサって柄かよ。決まりね。さあ行くわよ、坊や。おい、俺の名前は？あんたが男になったら呼んであげるわ。冗談じゃねえ。お前みたいなごついのとデートなんて寒気がするぜ。坊や、采配のものって何のこと？忘れちまったね。いって！まあいいわ。それより坊や、あんまり私の足を引っ張るようなら契約解消よ。あいつらとことを構えるなら、自分の身くらい自分で守りなさい。なんだと？なめるなよ！カード遊びならもう飽きたわ、坊や。こんなことまでできるね。まあこれなら足を引っ張ることもないわ。坊や、しばらくここでおとなしくしてなさい。いかがでしょう、君の仇に間違いありませんね。あの顔、忘れるものか。